チョウゲ、レプテガーミスプルケラやタベは赤ネカの低木。よく庭に栽培される白鳥毛に似て花は紫。極めて限られた地域で川沿いの岩の上に生える落葉性の低木。高さは20から70センチメートルになり多くの細い枝を出す。若枝には短い毛が多く、枝には節があり、葉の落ちた後は拓葉の跡がコブのような形で残る。 卓洋は長さ2ミリメートルほど高三角形で先端は鋭く尖る。葉は耐性し、強調楕円型から強皮芯型で先端も基部も尖った形をしており、長さ15から3 5トル、幅3から8ミリメートル、表面は無毛、裏面は脈の上に短い毛がある。洋平は長さ1から3ミリメートル。下記は7から8月、枝の先端か、 単枝の先に1個、あるいは十数個までが密集して生じる。花柄は短く、小花柄はごく短いかほとんどない。花の基部に包容が2枚あり、互いに融合して額を包んでおり、長さ2ミリメートルで先端は2列している。額は筒状で先端が5つの列片に分かれ、それぞれ高三角形で先端が尖る。果敢は高四色、ロート状で、 先端は5列して開く。頭部の長さは15から20ミリメートル。列片は甲ラン形で、長さ3ミリメートル。先端はやや尖る。果敢の筒の内側には、柔らかな毛が密生する。湯髄は5個。短い柄があり、花筒の内側の上の方につく。中頭の先端は5列する。果ては、長さ5ミリメートル。長大円形で先端に、額の列片が残る。 種子は長大円型で、長さ3ミリメートル。和名は紫定花で、これは花の形が長寺に似ていて過色が紫であることによると、牧野はしている。ただし福岡は長寺に似ているので、名付けられたのは白い花をつける白鳥毛であり、本種はこの種との対比でこの名を得たとしている。別名に岩萩があり、これは紫の花を萩に見立て、 岩の上に生えることから、日本固有種で、その分布は極めて限定されており、本州では、紀伊半島南部、それに、四国の高知県のみに分布する。紀伊半島南部といっても、これは、和歌山県、奈良県、三重県にまたがってはいるが、その分布域は、さらに狭い。和歌山県における分布は、旧座沢町、元宮町、那智勝浦町、北山村、 新宮市に限られる。岩壁や川岸の岩の上に生える。また、道路沿いの岩壁にもよく出現する。なお、この地域には、本種同様に似た地域には見られない固有種がいくつかあり、例えば細葉の菊泥似鼻右輪と出し葉川前後などが挙げられる。市長下族には、東アジアからヒマラヤにかけて30種ほどがある。日本には本種のみが知られる。本種に似たものとしては、 別属ではあるが、白鳥毛、生物社ジャポニカがある。これは中国を原産とするが、古くより日本でよく栽培され、生け垣にもよく用いられ、一部では野生化して見られる。本種とは、葉が楕円型で、花が白い点ではっきり見分けがつく。分類学上は、この種では、子髄の先端が二列すること、また包要が額を包む筒を形成しないことなどの、 点で別属とされる。観賞用の盆栽や庭木として用いられたことがある。環境省のレッドリストでは絶滅器具に指定され、和歌山、高知で純絶滅、三重で絶滅器具通類指定である。分布域は極めて狭いものの、生育状況、個体数は比較的安定との判断と思われる。和歌山県では道路拡張などの影響を重視している。以下、記載は、 主として、佐竹ほか、p 九9 9北村、村田ではこれを登場過剰と表現している牧の、p 五百八十五福岡、p 二十四牧の、P585 五佐竹ほか、p 九十九牧のには、分布地として、兵庫県が上がっているが、他の文献では見ない。以下、和歌山県、P334 三佐竹ほか、P199 佐竹ほか、p 九十九牧の、 P585 ありがとうございます。